緊急事態宣言の再発令を受け、神戸市は時短営業に応じている飲食店の経営者らに話を聞こうと、久本市長との意見交換会を開きました。神戸市役所を訪れたのは、市内で飲食店や酒の小売店を営む経営者など4人です。今日は新型コロナの事業への影響などについて、久本市長と意見を交わしました。緊急事態宣言の再発令を受け、兵庫県は県内全域の飲食店に対し、営業時間を午後8時まで短縮するよう要請しています。冒頭、久本市長は、感染対策と経済両方の要請に応じながら、神戸をどうしていくべきか、長期的な視点で考えたいと挨拶。経営者からは、飲食店への協力金について、事業規模に応じた支援に改善してほしいという声や、強い中小企業を作るために、行政と一緒に勉強会ができないかなどの意見が寄せられました。コロナが今あるわけですけれども、特に三宮については再整備というのを進めていかなければなりません。新しい建物はできたけれども、お店がなくなってしまったということでは何のためにやっているのか分かりませんから、そういう街づくりの面と今影響を受けている事業者の皆さんに対する支援ということをどうこれ並行してやっていくのか。神戸市では今日の意見を参考に、今後市独自の人材育成支援などを行っていきたいとしています。